ハワード・ラインゴールドは、批評家、作家、教師。専門は、インターネットや、移動体通信、彼自身が生み出した言葉とされる仮想共同体など、現代のコミュニケーションメディアの文化的、社会的、政治的意義についての考察である。ラインゴールドは、アリゾナ州フェニックスに生まれた。1964年から1968年に、かけて、 オレゴン州ポートランドのリード大学に学んだ。卒業論文は、ホワットライフキャンコンペアウィズディス、シッティングアロー h t ットザ・ウィンドウ、アイ・ウォッチ・ザ・フラワーズ・ブルーム、ザ・リーブス・フォール、ザ・シーズンズ・カム・ and ゴーという表題であった。生涯を通して持ち続けている理性の働きを補う仕掛けへの関心は、ラインゴールド純粋知性科学研究所やゼロックスのパロアルト研究所へと導いた。 そこで、ラインゴールドは、最も初期のパーソナルコンピュータについて研究し、文章を書いた。これを契機として、パーソナルコンピュータ開発の背後にいた人々の歴史を綴った、思考のための道具を1985年に書いた。その頃、ラインゴールドは、影響力が大きかった、最初期のオンラインコミュニティウェルに、初めて、ログインした。その経験を広大に、 大きな影響を与えることとなった、著書、バーチャルコミュニティで考察した。1985年にはまた、アウト・オブ・ザ・インナー・サークル、A ・ハッカー、S ・ガイド・ツー・コンピューター・セキュリティを、元ハッカーのビル・ランドレスとの協著で出版した。1991年には、バーチャル・リアリティを出版した。一時、ホール・アース・レビュー誌の編集に当たった後、ミレニアム版、 全地球カタログの編集長を務めた。その後まもなく、ワイヤード氏が1994年から運営し始めた、最初期の商業的コンテンツによるウェブサイト、ホツイドの創刊編集士館に迎えられた。ラインゴールドは、ほどなくしてホツイドを離れ、1996年にオンラインコミュニティの拡大成長を記録し、促進させるサイト、エレクトリックマインズを創設した。 このサイトは高く評価されたが、1997年に売却され、規模も縮小した。1998年、ラインゴールドは新たな仮想共同体、ブレインストロームズを創設したが、これは知識や知性のある未来志向の民間人を世界中から組織することに成功した非公開のウェブ会議コミュニティであった。 2013年の時点でブレインストロムズは15年目を迎えているミルバレーのラインゴールド2002年ラインゴールドはテクノロジーが集団的知性を補助する可能性について検討したスマートモブズを出版したその後すぐにラインゴールドは未来研究所と連携し協力についての広い基盤に立ったリテラシーの開発に取り組み始めた2008年 ラインゴールドは、それまで長く関わっていた未来研究所において最初の研究フェローとなった。ラインゴールドは、スタンフォード大学コミュニケーション学部の客員講師であり、デジタルジャーナリズムと仮想共同体とソーシャルメディアの2科目を教えている。また、カリフォルニア大学バークレー校情報学部でも講師として仮想共同体とソーシャルメディアを講じているが、ここでは、 以前にも参加型メディア、集団的行動という科目を講じていた。ラインゴールドはブログ、大丸セントロールにしばしば寄稿しており、新たなメディアへのリテラシーから学習に関わるイノベーションまで幅広い話題について論じている。ラインゴールドはカリフォルニア州ミルバレーに妻ジュリ、娘マミーと共に暮らしている。ラインゴールドは自身のビデオブログにおいて、 ガレージを改造して作った彼にとっての夢のオフィスにして彼の精神の外部化を披露しており、ここで情報を吸収したり、執筆したり、アートを創作したりのだというラインゴールドはフリソルズの出版企画にパーティスピティブペデガージーエ a リテラシーオブリトラシスと題したエッセイを寄稿している。ありがとうございます。